安全版、海外旅行でインターネット、SNS、電話を使うために一番安くて楽な方法を教えします。ということでお届けします。こんにちは。累計2億円以上得ている語学を使って副収入を得る方法を教える専門家、栗原久美子です。今日は私が海外旅行15カ国に行ってて、しかも海外旅行遊ぶだけではなくて仕事を両立しながら累計2億円以上得ている私がノウハウをすべて凝縮しました。やはり海外旅行行くにもこうやってね、インターネットを使って SNS 電話を日本と同じようにですね、使いたいっていう方は多いと思います。でその望みを叶えるために私はどうすればいいかというのをずっと研究をして、それでいろいろと自分自身がその行く先々、海外旅行先で試してですね、あ、これはいけると思って培った内容です。でこの話を聞くと何が得られるかと言いますと、 もちろん一つ目、海外旅行でも日本と同じようにインターネット、 SNS、 電話をしかも安く使えます。で私自身も、あんまり高いのは好まないんですね。お金持ちの方はなぜお金を得てるかと言いますと、やはりこうやってお金を得る方法を知ってるだけじゃなく、お金を極力使わないで済む、安く済む方法というのをマスターしてるからなんですね。だからこそお金を使い、お金を得つつ、しかもですね、安く使えるのでですね、お金が貯まるということになります。それを私自身が数十億円得ているコミュニティで教わったりとか、あとは累計30億得ているメンターに教わったりとかして得てます。でこれも私自身が実践した方法で、2つ目はですね、海外の SIM とか Wi-Fi を並ぶのに旅行先のカウンターで並ぶとか、無駄な時間をかけたくないっていうことですね。例えばモバイル Wi-Fi を借りたいとか、海外の SIM カウンターといって、例えば日本のドコモとみたいな感じでね、アメリカだったら AT&T とか、あとは南米だったらクラーロとかっていうところの、もう一流の通信会社が、SIM カウンターといって買えるものを作ってるんですけど、そんな無駄な時間かけたくないじゃないですか。やはりカウンターで並ぶといってもやっぱ1時間2時間ぐらい使いますし、あと例えば飛行機から乗って、それで現地に着いた時に1時間2時間 SIM のために時間を費やすのはもったいないんですよ。それよりも現地でスマホ一つでのですね、通信環境とか SNS 電話の環境を手に入れて、もう現地に着いたらまずは例えば観光に行こうとか、美味しいもの食べようとかしたいじゃないですか。そういうふうに無駄な時間をかけたくない人にいいです。で3つ目は、海外に行ったからとして大切な連絡を逃したくないっていう方です。こちら例えば、お友達とかその会社の関係とかない方はいいんですけれど、私なんかはもうこれ仕事をしながら、海外旅行を行きながら仕事をするとか、例えば旅行先の、フランスで例えば仲間として連絡を取ったりとか、あとは大事なビジネスパートナーに連絡をしたりとか、あと SNS で、例えばそうですね、ウーバーの、登録をログインをするのに SNS 認証が必要で、それで日本の SIM でも登録ができて、それでウーバーで簡単に安くタクシーを呼んだりとかすることが可能になります。でそんな悩みを解決するのが今回の動画です。なのでですね、皆さんこのままね、じっと見ててくださいね。はい、それではまずインターネット環境なんですけれど、これはでね、ドコモ、簡単に言うとドコモ、au、ソフトバンクなどでも国際ローミングサービスというものがあって、使うことはできます。ただこれ海外でもインターネット環境できますけど、めちゃめちゃ高いです。例えばちょっと待ってくださいね、これお見せしますと、はい、海外ローミングをやると、いくらかなって見ると、例えばアメリカとかどうですかね。アメリカで、シュってなんだろう、シュ iPhone でいいや、 iPhone15Pro とすると、だって1時間で200円ですよ。1時間で100円、やっぱ結構高いですよね。これ24時間980円といっても、そうですよね、2日3日4日5日、7日で5280円ですか。これが、そうですね、最高でもそのままギガ、わかんないですね、ちょっと高い、このぐらいにします。でもこれをこの別のサービスを使うとですね、安くなります。で例えばですね、 Wi-Fi を借りる、現地で SIM を買うとか、 eSIM サービスを使うとかっていうとね、断然 eSIM がおすすめ。
でこの eSIM というのは何かと言いますと、はい、こういう時は私最近チャット GTP を使ってるんですけど、 eSIM とは何かって聞くと、 eSIM は従来の取り放し可能な SIM カードに代わってデバイスさえ組み込まれた電子 SIM だということです。で、まあ、皆さんそう想像していただきたい、思い出していただきたいんですけど、ドコモとか au で携帯を契約した時に、なんかお店の人がスマホからなんか小さい四角いチップを、ね、入れたり差し込みしたりしてくれたと思います。あれが SIM です。まあ、逆に言うとあれがあることで、 SIM があることであなたがそのスマホで電話を使えたりとかですね、インターネット環境が使えたりします。だから今までは海外に行くと海外で使える SIM というものが Amazon とか例えば現地で売ってて、それを組み替えるとできたんですね。でも最近そう、まあ、数年前ぐらいからですね、あの SIM がもう組み込まれた携帯というのがどんどん出てきてます。もう今結構ほとんど出てるんじゃないかな。 eSIM 対応のスマホだったらですね、この SIM を差し替えとかしないでも契約をするだけでできます。なのでこれ eSIM 対応かどうかは自分の例えば Google iPhone eSIM とか iPhone eSIM とかSIM とか自分で調べてみてください。自分の携帯の端末に対して SIM って入れると、この iPhone の eSIM についてとか、うん、書いてあります、うん、iPhone も AXS とか XS Max、XR 以降のやつは全部 eSIM ですよっていうことが出てますし、 Android の方もご自身で対応していただければと思います。でこの eSIM を使えるというのはね、やっぱり現地で SIM を抜き差ししてそれで落っこちたりとかなくしたりするリスクもできますし、あと Wi-Fi を借りるとなると、またネットで話をして、それで送ってもらったりとか、空港で取りに行ったりとか返したりとか面倒くさいじゃないですか。なんか eSIM だったらこのスマホ内でちょっと契約をしたりとか、まあ、ちょっとで、ね、データを買ったりとかすればいいのでおすすめです。でこの eSIM で何が一番いいかと言いますと、はい、これエラロと言います。これエイラロと書いてエラロと言います。ここはシンガポールの会社です。でそこは200カ国以上の携帯会社と契約をして、それで格安のインターネット接続ができるものです。でこちら紹介コードクミコ2087と入れるとですね、大体3ドルぐらいもらえるので、なのでもし契約をする場合はこちらでこのコードを入れて対応していただければと思います。私自身もヨーロッパ、スペイン、フランスとか、あとはアジア行った時もそうですし、あと私の先生は中南米コロンビアに住んでたりとか、あとアメリカによく行かれたりするんですけれど、その先生もこのエラロあれば大丈夫だということでお墨付きをしていただいているこの SIM の契約サイトです。なのでこちらeSIM でね登録をしていただいて、こちら新規登録をしていただいて、ここの紹介コードをを入れていただくと、ここに先ほどのクミコ2087と入れていただくと3ドルもらえますので、試してみてくださいね。はい、こちらがインターネット系回線です。はい、次に SNS です。 SNS 受信、 SNS というのはなんだろう、メッセンジャーとかで携帯、この例えばメールとか使うメールとかあと LINE とか使わなくてもメッセージをやり取りできる、携帯番号だけでやり取りできる優れものなんです。で最近はこのですね、例えば銀行などで SNS 認証、 Uber、メルカリなど、まあ、SNS 認証といいまして、ですね、そのサイトにログインをした時にログインのパスワードだけではなくて、この携帯電話の SNS でメッセージが来て、そこからこの番号を入れて認証するっていうのが必要になってます。でこちらですね、 SNS 認証のサービスというのはかなり多いです。で日本だと普通にこの SNS 受信っていうのができて、それで登録すればいけるんですけれど、海外だと途端に使えなくなるところがあります。うん、で私自身はミオホンといってドコモ系のですね、格安 SIM サービスを使ってるんですけど、ミオホンは海外の SNS 使えないですし、あとは場所によってあなたの契約してるですね、通信会社ドコモ、au、ソフトバンク、またアハモとかいろいろありますよね。そこによって使える使えないありますので、その場合は あのあなたが契約している通信会社 SNS、 あこれ海外と入れて調べてみてくださいね。そうするとあなたの持ってるですね、通信会社が SNS 入るかどうかが分かります。でもし入らないとかいう場合はポボっていうものがおすすめです。でさらにまあポボは
いいところがこれ au 回線のスマートフォンプランの一つで、ドコモでアハモとかいろいろありますけれど、それと同じような感じで au に対して格安のプランでポボというのがあります。でこちら基本料0円で電話番号を持てます。なのでもし電話番号2つ持ちたい方はですね、こちらもおすすめですし、あとしかも海外 SNS が受け取れます。で海外 SNS を受け取れると、このような銀行とか Uber とかメルカリなどでですね、ログインをした時 SNS 認証があったとしても普通に日本と同じように受け取れるので便利なので、こちらは入っておいた方がいいです。あの先ほどのこのエラロと同じように、まあ、エラロの場合は、まあ、古い何ですかね、 eSIM が対応してない方は使えないので、なので eSIM が使えるのを確認していただいてから入るといいですね。はい、それではポボについてはこちらの YouTube を参考にしてインストール方法とかが書いてあるので見ていただければと思います。でこちらも紹介コード LMIRC82V、LMIRC82V 全部大文字です。こちらを登録の時入れていただくとですね、プラス国内で使える3ギガのパケットもらえますので試してみてくださいね。はい、それでは最後に電話なんですけれど、この My050 というところがおすすめです。 My050、こちらどういうサービスかと言いますと、050番号と言いまして、050番号についてこれちょっと待ってくださいね。そうか、このチャット GTP を使ってみましょう。はい、050番号と日本で使われている IP 電話、そう IP 電話だから、あの安めに、あの普通の電話よりも安めになっております。うん、まあ、こちらについてはこうやって止めることもできますので、あのこのチャット GTP をまあ使ってみてくださいね。はい、でこの050番号なので Wi-Fi がつながっている環境であればどこでも電話ができます。でしかもこの My050 だと安いです。ちょっと待って、通話料金、例えばアメリカ本土とか調べると、6.49円、これは6秒1分あたりの表示、安いですよね。ちなみにドコモで国際電話が取るといくらかと、アメリカ電話料金、はい、こうすると30秒で、本当かな、3.34円、ああ、結構安い。まあ、昔200円とかよりも安くなりましたけど、でもこちらの6円と全然違います。これ、まあ、34円だとしても、例えば1時間かけるとサブ618で、ね、1800円ぐらいだから結構しますよね。なのでこうやって料金を少なくするという意味でいいですね。それではいかがだったでしょうか。この完全版海外旅行でインターネット SNS 電話を使うために一番安くて楽な方法なんですけれど、まあ、これを知ると海外でも日本と同じようにインターネット SNS 電話をしかも安く使えて、あと無駄な時間もかけなくて大切な連絡を逃さないということもできます。でインターネット環境の場合はこちら eSIM でエラロがおすすめですし、あと SNS 受信をするだけだったらね、ポポがおすすめです。でこの SNS 送信なんですけれど、まあ、ポポが一番安いです。まあ、ただ送信でも1回、まあ、100円とかしてしまうので、まあ、1回海外にこう何ですかね、本当に必要だったら1回だけ連絡をして、このメールアドレスとか入れて、でこのメールアドレスに続きは連絡をしてくださいってやると1回100円とかですだけかかれば大丈夫ですので、そういうやり方もあります。あと次は電話の場合は My050 がおすすめですよということをお届けしました。で My050 の基本料金なんですけれど、6ヶ月550円だから、まあ、6ヶ月なので 1ヶ月100円ぐらいなので、まあジュース代と思っていただければ安いと思います。はい、それではですね、いかがだったでしょうか。この話がいいなと思った方は高評価マーク、チャンネル登録、ベルマークのチェック、こちらをしていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。